こんにちは。こんにちは。こんにちは。本日、はい、もう見てくださいこれ。もう やっぱ開放感が違うね。違いますね。はい。開放感ってお前これ倉庫やろ。開放感というのは外じゃない。低いところ。外観言うとそうなんですけども。はい。はい、本日はですね、はい、埼玉県にあります上尾ベースボールアカデミーさんに、はい、来ております。よっしゃ。ありがとうございます。初の出張、これ出張初ですよね。ここまでの、まあ県またいだっていうのは、いや初ですよ。もう嬉しいですね、やっぱり。このベースボールアカデミーの、はい、塾長、塾長さんでよろしくですか。塾長ですよ。じゃあ呼んでみましょうかね。はい、はい、元ね、プロ野球選手の、はい、増渕達義さん、はい、お願いします。やったー。いやー、いやー、もうお会いして嬉しいです。嬉しいっすよ。いやもうね、もう有名人ですからね。いや有名人じゃないです。本当にちょっとね、まあ紹介が甘い。僕ですか。ヤクルトのドラフト1位だろ。いや、それはなんや。1位なんてお前年間に12人しかいないんだ。いや、そうですよ。そうっすよね。ちょっと1人だぞ。申し訳ありませんでした。いや、どうもありませんでした。豊さんはドラフト3位なんで。はい、ね、その通りなんだ。まあ1位っていうのはプレッシャーになった。そうですね、やっぱり球団に1位で指名してもらったので、それなりにやっぱり活躍しないといけないなと思ったので。いやー、そうですよね。売りはやっぱりまっすぐだったよね。まっすぐです。150キロも、はい、まあ、154キロぐらいまでいったか。そうですね、153だった。いやすごいっす。いや、すごかった。まあ、ドラフト1に入って、はい、まあ、最初のプロのキャンプ1軍だった2軍だった1軍です。で、一緒にプルペン入るわけだよね、はい、どう思った。いやもう、なんですか、もう僕、高卒1年目だったので、もうほぼ全員の人が先輩だったんですけど、緊張してて、こう何もあんまり覚えてないんです。え、緊張するタイプなの。意外と緊張してます。あの、よし、やったもねっていうよりも、はい、ちょっと周りが気になるタイプ。気になるタイプです。やっぱ性格的なもので、はい、あ、これはちょっといかんなって感じた。感じました。なんかもう活躍してる人ってさ、はい、積極的じゃない、すごく積極的で、オラオラが多いじゃん。ですね、もうなんかこうオーラを感じました。それに圧倒されてた、はい、やっぱりつい最近までこうテレビで見てた選手たちをこう間近にするっていうのはうわって思います。あ、そういうもんか。はい、ちなみになんかその最初に声かけてきてくれた先輩とかいらっしゃるの。声かけてくれた先輩、プロの。そうですね、ゆうへいさんですよ。あー、ゆうへい。まあ、あいつは誰でも声かけるタイプ。そうですね。あ、そうなんですね。右と左と違うからさ、ライバルじゃないわけ。変な話、あの一番年近かったのゆうへいさんぐらいだった。あ、そうなんですね。そうなんですね。ゆうへいもまだピッチャーの時、ね、そうです。そうですよね、最初。でもゆうへいも早かったの。すごい早かったです。負けたと思う。負けたと思いました。あ、そう、はい、いや、意外と負けとかオーラとか、はい、割と感じるタイプ。感じます。A 型？ A 型です。当たった。やばい。やっと今までいろんなところやっとしてきてさ、当たったな。はい、それで一軍キャンプを経て、それからオープン戦にも行ったの。オープン戦も行ったし。どこ投げた？どこ？まあ投げた記憶はある。まあ、どことは、はい。打たれたの？いや、まあ、ちょくちょく打たれたんですけど、意外と抑えられちゃった。あ、そしたら何？開幕は1軍にいたの？そうです。すごい。で、初登板覚えてる？初登板は4月7日のカープ戦です。先発で投げた？先発です。どうだったの？7回1失点。うわー、すごい。めちゃくちゃすごい。勝ち投手になったの？ならなかったです。運はない。運はない。普通なるよね。すごい、7回1失点。なるよね。すごいっすよ。え、向こうは誰？大竹さんです。今ジャイアンツ。はいはいはい。大竹がまだカンさんいい時だな。はい、うん、で何対何だ。延長まで行って結局負けたんです。でも勝ち負けはつかなかった。はい、じゃあもう7回失点だったらちょうどいいだよ。いや、もうすごいっすよ。いや、それでやっていけるなと思った。いや、思わなかったです。何が思わなかった。僕ずっと高校の時、点を取られたらもう僕のせいっていう感覚でずっといたので、やっぱ1点なんですけど、プロではこう1点って結構優秀っていうか、7回3点とかね、はい、
それ知らなかったので逆に点取られてチームが負けたのですごいショックだったショックでした。へぇ、それはやっぱ育ち方間違ったな。いや、高校の監督ダメだ、ちょっと呼んでくるよ。プロの世界でさ、言ってんでしょ、はい、それ誰も教えてくれなかった。でもみんなに言われたでしょ、よかったなーって。はい、でも逆に本当に良かったのかなと思いました。まあ自分でもちょっと勉強不足のところがあった。ありました。その1点っていうのはこう不用意なまっすぐポンって投げて新井さんにホームランだったので。ああ。その1点だけ。その1点。ここに怖いなー、こっち怖いなーっていうのいた、バッターで。その時前田さんですか。ああ、そうか。うわ、抑えた。確か抑えた。すごいっすよ。武器は何だったんだっけ。僕ですか。まっすぐと。まっすぐとシンカーです。2種類。まあ、その時はまっすぐスライダーシンカー。もうスライダーほとんどストライクが入らないという印象があった。そうですね、結構抜けたよね。いやいや、本当に速さだけで抑えられたピッチャーすごいっすよね。それも球種が少なくて、うん、異色だったの、まっすぐのその力っていう。でもだん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 落ちてったんで、落ちてすぐが。そうですね、それなんだ、コントロールを意識コントロールをやっぱり意識してるうちにやっぱり腕が振れなくなって。うーん、よくあるよな、はい、それとか先発するんだったら球種が足りないからちょっと何か覚えるとか。そうですね、はい、それはどん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 悪にはまっていった。はい、ダメだな。いやいや、自分自身だから首脳さんですね。違う違う、あの、いや、目をつむってあるじゃん、はい、やっぱこの選手には今は指導者としてやってるからさ、はい、この選手にはこういう指導、この選手にはこういう指導、やっぱ特徴をこう引き出してあげないとさ。そうですね、なんかみんな並びで球種が多くないととか、コントロールが良くないとかさ、もうそんなことばっかり話すじゃん、うん、それはどうも今考えて。やっぱりコントロール意識しないでもうまっすぐでガンガンいけれたら良かったのかなっていうのは少し思います。だよね、はい、例えば今こう阪神の藤浪を見てて、はい、アドバイスするとしたらどうする。どうする。まあ抜け球じゃない、はい、もうデッドボールしたらもう謝っちゃってもライン打ったりとかして、やっぱりこうデッドボール当ててからちょっと狂ったと思うんです。なんでこう、なんていうんですかね、こう優しさを出さないっていうのが多分一番だと思って。優しいもんな。ちょっと出てますよね、すごい人柄がよく似てない。まあそうですね。いや、俺野球やってて、はい、ピッチャーは闘争心の、はい、優しさなんかいらないって、うん、野手は思いやりだから、うん、だから俺野手でよかった。優しいからってことですか。いや、だってさ、ピッチャーはさ、はい、相手に打たせない球を投げる。まあそうですね、野手は取りやすい球を投げる。なるほど。だからそこが思いやりだよ、まあ、だからここっちは闘争心、うん、ピッチャー、バッターに対して優しいボールを投げちゃったね、優しいから。そうですね。もう思ってるわけじゃない。なんか説教になってきた。いやいやいや、でも本当にやっぱりこうここに投げないと当てちゃダメだ、フォアボール出しちゃダメだっていうのをやっぱ考えてしまうんですよ。あ、やっぱ当てちゃダメだって考えちゃう。考えまあ当ててもいいやって、はい、最初いい時はやっぱそういう考え方だったんですけど、どうしてもこういろいろ経験していく中でそういうのが芽生えてきて、やっぱ優しさですね。大変だな。まあ今年ドラフト見た。見ました、はい。まあ、ピッチャー、まあ、吉田君とか、はい、あ、いろいろ入るじゃない、はい、で高校生で、はい、そのままドラフト1位で、まあ、入団ということが決まったけども、なんかアドバイスすることって何かある。やっぱりこう何かいいものを持ってるのからドラフトに指名されると思うんですよ。だからやっぱその選手とその選手の長所をまず見失ってほしくないなっていう思いますね、うん、やっぱりプロに入って、まあ、それだけじゃ生きていけないっていうのはもちろんなんですけど、いろいろこう補ったり練習したりっていうのはもちろんなんですけど、やっぱ自分のこう軸となる、例えばピッチャーであればストレート、バッターであったらこうフルスイングだったりとか、そういうのを見失ってほしくないなって思います。小さくなるのと。そうですね。精神的なもの。精神的なものはそうですね、やっぱプロの世界ってやっぱ厳しいと思うので、もちろんチームありきなんですけど、まず自分をこう見失わずに自分をどんどんアピールというかどんどん出せればいいと思います。それは自分ができなかった。そうですね。今帰ったらできそうな感じするでしょ。そうですね、あの年に帰って、はい、今の頭とか精神があると、はいはい、
そしたらもう毎年受賞するぐらいの。そうですね、なんかイメージは湧くでしょ、はい、このボールがあるんだから、はい、若返りの薬ないかねないよな、手が入らないのもまだいや今は今で味がありますね、味がありますね、今は今で味じゃねえんだよ、毛が欲しいんだ